先週私夏休みということで番組を休みました、はい、ただ他の番組からいただく休みと足並みがちょっと揃いませんで、結局1日だけということになりまして、あまり出かける気にもならず家でたまった仕事などを片付けておりまして、偉いですね。偉いですね。いや本当に本当偉いですね、いろんなね、後輩が再婚したニュースとかね、いろいろ聞いたりしますけれども、ああと思いましたね。ああなるほどなみたいな、そうかそうか、俺の人生はこういうことなんだななんて思いながら、休日に普通ね家で仕事をしています、大抵は家族に褒められたりするわけですか、どうなんでしょうか、まあ、褒められたり責められたり、あ責められたり、あそうかそうか、ちょっとそこは読みが甘かったな。すいません。いえいえ、そうか、家に仕事を持ち込むなということですよね、きっとね。でも休みなのに精が出ますねなんて、そうですね、義理のお母さんにお茶入れてもらったりするわけでしょ。いいですねいいですね、いいですよね、うんうんうん、勝手に奥さんの両親と同居をイメージしてますけど、なんか休日に家で仕事してると義理のお母さんに褒められそうな気がしない。そうですね、そうそう、まあね、奥さんからはねちょっとね、何やってんのあんたみたいなことになっちゃうのかもしれませんけれどもね、休みなのに新一郎さん精が出ますね、ご苦労様、ご苦労様です、ねえ静かにしなさい、お父さんの仕事邪魔しちゃダメでしょなんつって孫を怒ったりするんですか、わからないんですけど、あくまで想像ですけど、いいんですよお母さん、いいんですなんて言って、義理のお母さんに気に入られたいよね。違うのかしら、こんなに甘くないの、違うのかしら、ないの、あるの、ないの、あるの、 あるんですか、あるよね、うん、あるよ、まあ、残念なことに家族がいないので皆さんにねぎらってもらうほかないわけですけど、何をしてたかということなんですけれども、放送局にはこういう言葉は使わないようにしようとか、これはこう読むようにしようというようなことを決める委員会のようなものが大体あるんですが、4年くらい前にもこの話を番組でしたんですが、私の勤めるこの放送局にもそういう委員会がありまして、月に一度くらい集まりがあります。私も当然そこに参加するんですけれども、外での仕事が不規則にあるもので、はい、ちょっと欠席がずっと私続いているんですね、参加できていないということになってまして、8ヶ月ぐらい出てないと思うんですけれども、それで少し大げさに聞こえるかもしれませんけれど、私たちが普段使う日本語、まあ、これは皆さんも使うと思いますけれども、結構なスピードで変化をしていまして、やはり月に一度ぐらいその変化の兆候をみんなで集まって確認しておかないといけないということになっているんです。結構な頻度ですよね、結構な頻度ですよね、そんなスピードで変わってますか、みたいなことですよね、多分皆さんそう思うと思うんですけども、やっぱり言葉ってのは、まあ、雑誌などのエッセイの連載などでもねいろいろありますけれども、最近の若者の言葉遣いはとかいう話は昔からありますけれども、やはり言葉はどんどん変化していまして、正しい日本語というものは存在するわけではなく、どん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 とこう変化をしていってますね。変化をしていないのであれば、当然平安時代、室町時代、江戸時代とそのままの言葉を平成の世に生きる私たちも使ってるはずなの で、 そうです、ね、当然今は平安時代のような言葉を使えませんから、やはりこう時代とともに変わっていってる。じゃあそのスピードはどれくらいのものなのかというと、私たちなどはやっぱり1ヶ月ごとぐらいに変わっていってるっていう、そういうような認識ですね。それで私8ヶ月ぐらい出てないものですから、ちょっとねもうだいぶ遅れちゃったぞということで、新しく更新しなくちゃいけないということで、日曜日なんて議事録をね借りまして家に持ち込んで、結構な量はあるんですけれど、また同僚のノートなどを借りて日曜日に詰め込み学習をして、まとめて一応更新作業をするんですよね、大げさなと思ってる人多いと思う、まだ多分いると思うんですよ、まあ、ゆっくり話しますからお待ちください、そんなみたいな、ねえ何を更新してるのっていう感じだと思うんですけれども、例えば一例ですけれども、
もう超最前線言葉問題、まあ、自分で言うのもなんですけども、もう本当に今ものすごく時代の先端でコロ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 転がっているものすごい問題が一つありまして、多分皆さんにはマニアのお話に聞こえると思いますけれども、例えばこの3ヶ月で最も転がりを見せている言葉なんだと思いますか。意外な言葉ですよ。わからないですね。わからないですよね。よくね、大舞台大舞台問題とか、詳しい方だと多分知ってると思いますけれども、どっちが正しいのかとかね、はい、これもともと本当は大舞台しか認められてなかったんですけども、はい、20年ぐらい前に大舞台も認められて、今再び大舞台があまり使われなくなってきて、それが今消えようとしているっていう、そういう歴史があるんですけど、これ4年くらい前に話したと思うんですけど、そうですね、今ここ3ヶ月で最も転がりを見せている言葉、わからないです。なんだ、中澤さんも更新作業してませんね最近ね。アップデートされてませんね。くまモン、はあはあ、って皆さん知ってますよね、はい、あの熊本の固有名詞ですね。固有名詞なんですよ、これまだ辞書とかアクセント辞典には載ってないんですけども、このくまモンがものすごい血で血を争う言葉論争に発展してるんですよ。血で血を争う、血で血を争うって言った私、これが、ね、典型的な間違いね、これも、ね、勉強したばっかりだから間違いの例を頭に入れちゃったね、血で血を洗う構想がね、くまモンは皆さんも知ってると思いますけども、熊本県の PR キャラクターでゆるキャラ、ご当地キャラブームの先頭を走る人気者ですけれども、2011年3月ですかね、九州新幹線の全線開通があったんですけども、それを記念して熊本県の PR をする、まあ、キャラクターとしてくまモンというものが作られて、でその後いろいろな活動を経て、ご当地キャラコンテストで、上の方にバリーさんとかね、フナッシーとか、そういう人気者になっていったわけですけども、今や本当くまモンが来るって言うとものすごい行列ができたりするんですよね。ぶっちぎり大人気、ぶっちぎりですよ、もう、ね、ミッキーマウス、キティちゃんに並ぶって言われてるんですよ。いや本当ですよ。あ、そうなのかも。いや私もびっくりしました、何回か見ましたけれども、ものすごい人気で、あ、そうなんですか。クマモンが来ますって言ったらみんな、うわーって、みんなって子供とか大人も、びっくりしますよ、このクマモン、人気者のクマモン、皆さんはどう呼んでいますか。クマモン、クマモンですよね、はい、どう考えてもクマモンですよね。クマモンですよね、はい、私もクマモンだと思って、はい、何一つ疑うことなく、この8ヶ月やってきたんですけども、はい、実は今これがものすごい問題になってるんですよ。って問題になりようがないような気がしますけど、なりようないと思いますよね、クマモン、皆さんも多分クマモンだと思うんですよ、関東の皆さん、業界用語でいうところの頭高アクセントって言いますけどね、一番最初のクマモンのクを一番強くしてクマモンですよね、金魚とか、決心する、心を決めるの決心するとかがそうですよね、今必要以上に強く出してますからね、クマモン、金魚、決心するですよね、ピグモンとかね、ミポリンとかね、アズモンとかね、そうユーコリンとかね、でクマモンですよね。ところがこれが違いますという声が地元熊本から上がりまして、クマモンではなく、クマモン。いやそうなりますよね。私も議事録見てはぁみたいな、どういうことかしら。いや本当なんですよ、クマモンではなくて、クマモンっていう、いわゆる平板化って、真っ平らな、平べったい、クマモンが正しいはずですということになっていまして、何でも話をよくよく聞いてみますと、そもそものクマモンの成り立ちが、うちのものを略してうちのもんとか、よそもののことを略してよそもんとか、大阪もんやからとか ね言いますよね、それで熊本ものっていう、熊本の
じゃ、熊本じゃ、うん、熊本のもの、で熊本もの人間、そうですね、熊本の人間だっていう熊本ものを縮めて熊本もんで熊もんなので、平板読み平たく読むはずの熊もんが正しいのだと。なるほど。さらに熊本県っていうのは熊本弁が非常に方言が抑揚がなくて、もともと平板化を好む県で、非常にそういう特に年配の人からの平板化希望が強いんですね。お年寄りの方から、いや熊本もんだから熊もんだろうっていう、そういう声がものすごく強くて、地元の新聞なんかの投書などが相次ぎまして、で私もノート見ながら、じゃあこれからはくまモンではなくてくまモンって呼ばないといけないのかなんて思って、なんか慣れるまでちょっとね、口にするの恥ずかしいななんて思いながらノートめくってて、でも大丈夫かななんて思ったんですけど、そのノートの記述が残り12ページくらいまだずらーって書いてあって、くまモンだけで、そうです、でどういうことになってるの、暑いでしょ、はい、暑いですね、ものすごくここから話が続いてって、放送局の言葉委員会的なものって実は各放送局ごとにルールを決めてるんですよね。で文化庁などが全国統一で行っているようなそういうものではないんですよね、はい、NHK が比較的放送文化研究所を持っていたりするので、NHK の決めたことに比較的右習いみたいな、そういう放送局が多かったりするのも事実なんですが、原則は各放送局独自のルールでやっていて、実際私の勤めているこの放送局も NHK と決めているルールとちょっと違うところがありますね。で NHK の決まり事を守ってないからって言って私に投書を送ってくる人も多い、はっきり言うよ、 NHK とうちの局ではルールがちょっと違うところがあるんだよ。で放送局ごとに異なる見解があるから、はい、このくまモンかくまモンか、これをじゃあ熊本の放送局のアナウンサーの皆さんが決めましょうって言った時に、はい、これがパックリ2つに割れたんですって。あ、地元でも、地元で、で、はい、平板化の地元の熊本弁らしさを踏襲するくまモンを支持したのが、TBS 系の RKK 熊本放送と富士系の、TKU テレビ熊本、この2局がくまモンですねって言って、アナウンサー全員今日からくまモンってビシッと足並み揃えたんですって。ところが熊本県にはもう2つ放送局があって、いやいやいや、だってこれまでこれだけ浸透したくまモンをなぜ捨てるのかと、バカじゃねえのかって言ったのがテレ朝系の KAB 熊本朝日放送と日テレ系の KKT 熊本県民テレビ、この2局が絶対くまモン譲りませんってバッチリ対立、2曲2曲で対立したんですって。で RKKTKU チームと KABKKT チームで真っ二つに割れた。で熊本にお住まいの方は実はこれ聞いたらそういうことかって納得いく方いるかもしれませんけれども、実はある程度これ予想できたことで、なぜなら元々の熊本弁を踏襲するくまモンにしようぜって言った RKK と TKU っていうのは実は結構老舗局で、昭和老舗で昭和28年と昭和44年に開局して、熊本がしばらく民放2局の体制があったんですよ。で一方、いやいやいや、もうくまモンの時代でしょうって言った熊本朝日と熊本県民テレビはそれぞれ昭和57年と平成に入ってからの開局で、要するに老舗の2局と新興2局でパックリ分かれたんですね。で多分進行2局はいや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 みたいな、お前たちの言うことにもう俺たちは従わないよっていうことなんだろうと思うんですよ。でも老舗の方はいやいや、ちょっと伝統を踏襲しようよみたいな、何してんのみたいなことなんですね。でこれで相入れないんですって。で今熊本に流れてるテレビではくまモンとくまモンが両方存在してるっていう非常に得意な、もう VHS ベータ戦争みたいな、どっちが淘汰されるのっていう感じで、拡幅戦争みたいなメラ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 ってなってるらしいっていう。熱い。でやっぱり昭和28年昭和44年開局の老舗局たちはやっぱり構成員の平均年齢が高いみたいね。
従業員の、で新興業、当然平成に入ってから開業してますから、うんうん、当然新卒で入った人もまだ45ぐらいですから、そうかそうか、ということで管理職も若い、若いということで、うんうん、ええ、オタクたちは何、年配の県民の声聞いてるって言ってますけど、アナウンサーが全員年食ってるだけでしょ。いや待て待てお前ら、お前んところのアナウンサーでもほとんど県外出身者じゃねえか。そうそう、そんな奴らがさ熊本の何決めるわけみたいな。あくまでこれ議事録のノートの行間私が読んでるだけだから。そうですね、いやでも多分こういうことになってると思うんだよ。そうですよ ね、なんか目に浮かぶ熊本のアナウンサーたちの血で血を洗う勢力争い、もう IOC の票集めみたいなロビー活動が続くわけですよ。いやそれで本当にいやいやみたいな、熊門だ、いやいや熊門だというね、伝統派は熊門を支持してるんですよ、で新興勢力は熊門を支持してるんですよ。それで両勢力が要するにもう票集めになっちゃって、じゃあこのキャラクターのデザインと名前をつけた水野学さんという方らしいんですけども、水野学さんに意見を求めようじゃありませんか、正しいですよね、これは熊本日日新聞によりますけれども、でこの水野さんは、私は区にアクセントがあるつもりで名前をつけました、ところが水野さんは東京在住なんですよ。ほら見ろ、東京在住のデザイナーに票はないだろう。東京門に熊本門のことは決められないっていう。じゃあ熊門本人はどうなのよ。熊門本人はツイッターで、うん、熊本弁らしく抑揚なしで平べったくがいいかもんってつぶやいたらしいんですよ。つぶやいたんですよ、ね、で熊門本人は熊門派になったわけね。ところが、うん、おくまモン本人がそう言ってるんだよみたいな話決着しそうになったんですけど、そうでしょうね、これはいやいやくまモン本人ってなんだよ、うん、中に入ってん誰でも県の職員か出てこいこらアルバイトか。おかしいでしょ。そうですね、くまモンなのかくまモンなのか知らないけれども、一体ツイッター担当者誰だみたいな、お前の意見だろみたいなことになりますよね。あ、少し言葉が荒れてますけども、これは正しい日本語を守るためのストーリーですから、ね、そして事態を重く見た、いよいよちょっと腰が重かった熊本県自体が動きますよ。熊本県熊本ブランド推進委員会がついに声明を発表します。これでついに決着がつきますよ。熊本県はこういう声明を発表します。県民の皆さんが呼びやすい方で呼んでください。あれ収集になってないですよね。見事なお役所仕事。何にも解決になってない、さあ困った、熊本県も収集できない、どうなるのかお気づきの方いらっしゃいますか。まだ出てきていない強力な団体がありますよね。来ますよ、渋谷の方にある、ええ、アナウンサー800人体制を敷いている天下の大きな団体が業界ですね、業界団体が出てきますよ。ついに大岡越前がね、ゆっくりと出てきたわけですよ。お沙汰は、はあ、皆さん何か揉めてらっしゃいますが、どうされましたか。申し遅れました、私 NHK 熊本放送局です。はい、国民の負託を受けた NHK です。アマちゃんをやってる NHK ですけど、何かついに NHK 熊本放送局が出てくるわけですよ。皆さん受信料払ってますか。そうです、ならば相談に乗りましょう。この NHK が相談に乗りましょう。でやっぱり NHK ってなんとなく保守的なイメージありますよね。で伝統重視じゃないかなということで、当然 RKK などは NHK がくまモンに味方すると思ってるんですよね。ところが NHK が皆さんの予想を裏切り、まさにマドリード落選的な、NHK はそうですねくまモンにしましょうって言ってます。あの保守的な NHK が新興勢力に味方をする。で NHK が新興の方についたもんですから、もうまたえらいことになっちゃって、いやで熊本の放送局のアナウンサーたちは、みたいな、これ、ね、結構保守派の人たちは、RKK、TKU は NHK うちにつくんじゃないかと思ったらしいんですけど、どうやら新興勢力の方についたということで、
もう熊本の放送局は、はい、もう今真っ二つに割れてるので、はい、全国のネット局に応援を請うことになりまして、もう本当に IOCE の票固めですよね。あ、まだ、ね、そうか、RKKTKU 対 KAB 対 KKT というね、ねえ、当然 RKK はネット局の TBS、 これ本田アナウンス部長という方がいらっしゃいますけども、直々に TBS のアナウンサーに一人一人に依頼状を送ってきましたよ。もうプロキシーファイトですよね。これそうですよ、私の元にも送ってきましたよ。 RKK 報道制作局放送部長本田志郎、くまモンアクセントについてのお願い。あ正式文書届いてますよね。これでもう全国のアナウンサー2300人いると言われてますけれども、もう囲い込みが始まってるわけですよ。でどちらが勝つのかわからないという、ね、皆さんもこれからチャンネルごとに、それぞれのアナウンサーごとにくまモンなのかくまモンなのかそれぞれ買収されてますから、どちらを発音するのかお楽しみにしていただきたいと思いますね。楽しみが増えますね。多分7年後くらいにはもうどちらかが決まってると思いますね。多分ロケ会長が発表すると思います。そうですか、はい、年後2020年、2020って、ねえ、The Prefecture of 熊本って言って、くる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 、はい、The correct intonation over to the world熊本。うわーってやったーって、ちょっとねロケ会長のモノマネ少し練習したんですけども、これちっちゃい。私は RKK 派に入ってますんで、これからはくまモンと呼ぶことになりますけれども、まだ関東のアナウンサーはくまモンと呼ぶまでなかなかね度胸がついてないと思うので、関東のアナウンサーはどれぐらい、特に、関東だと TBS とフジテレビのアナウンサーが多分そのうち皆さんくまモンって言い始めると思いますので、いや本当に本当ですよ、これ嘘じゃなくてくまモンって言い始めますからね。ただやはり各自この大きな流れの矢面に立ちたくないということがあると思うんですよね、なので多分じゃあ熊本の人気者を彼をみんなで呼びましょうね。じゃあみんなも一緒にせーのくーまーもーみたいなね、多分そういうごまかしを対応する関東のアナウンサー続出すると思いますね。現在最も議論を巻き起こしている言葉についてのお話でした。私が一応明日からはくまもんと呼ぶことにいたします。皆さんお気づきかと思いますけど、話 30% で聞きましょうね。